街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。どうも。さあ、今夜の人生酒場、名古屋の錦にありますラウンジワンツーワンさんにお邪魔しております。稽古ママ一つどうぞよろしく。そして横にいるのは用心棒かと思いきやご主人のトシさん、どうもよろしくお願いします。すごい。でママどう、大丈夫？大丈夫ですよ。最近なんですか、こちらはやったの？はい、まだ6月の27日にオープンした。じゃあ1年経ってないんですね。はい、このお店の前はどちらでお仕事してたんですか？まあ、ラウンジでちょっと勤めさせてもらって。はい、そこで、まさかのトシさんと知り合ったってことですか？はい、そうですね。普通ね、この業界のしきたりとして、たとえそういう関係があってもお客さんにはね、絶対わからないようにとかあるじゃないですか。でもなんかそういうの嘘つくのも嫌だし、うんうんうん、そういうの求めてないと思う、お客さんも。あ、そっかそっかそっか。言ってくれればよかったのに絶対言われると思うから。お客さんもそうするとね、あーってこう祝福してくれるしね。はい、ママさん聞けばですね、なんと見えないんですが、お腹に、はい、赤ちゃんが。じゃあ今4人で写ってるようなもんですね。いいご夫婦だよな。俺んちもちょっと見習わなきゃいけねえな。うん、頑張れよ。ありがとう。同い年なんだよ、トシちゃんとは。なんか気が合っちゃって。じゃあ今日はママが歌ってくださる？私は全然歌が苦手で、うん、もういつも歌ってもらうんですけど、代わりに。と、男性が歌うのって珍しいパターンですから、この番組。珍しいんですよ。じゃあトシちゃん今日何を歌ってくださるんですか？今日はあの安全地帯の、まあ、玉置浩二が昔から好きなんですけど、あなたにっていう。あなたに、はい、好きなんですね。好きです、ね、トシちゃん。そして、はい、ママさんも好きな、はい、あ、いい歌じゃないの、うん、ね。じゃあそれでは歌ってもらいましょう。安全地帯であなたにでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでそんな緊張してた？味方がいるんだぞ、お前。全然大丈夫だったのに。始まったよ。始まったよ。これ待ってるからね。見せられて Tonight 熱い吐息が胸を踊いて心の中に今何を見るの？悲しくさせるなら見つめないあなたの嫌いまた君にグッバイ。いや、うますぎるよ。しゃくり22回、ビブラート23回。さあ、点数は何点？ 93.23 よ、高え。さあ、ママの点数は100点。いやー、補っていこう、補っていこう。パパとママだぞ。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ丈夫な赤ちゃん産んでください。はい、どうもありがとうございました。それならお幸せに。どうも失礼します。ありがとうございました。